皆さんこんばんは、ななみです。今日はエチュードハウスで買ったコスメを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで最近エチュードハウスで買ったコスメを紹介していくんですけど、まず最初はこちら、以前にも紹介したと思うんですけど、エチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントリップカラーというものです。端から BR402 番、OR207 番、RD の306番になってます。やっぱもうエチュードハウスってこのパケも可愛いっていう中身がこんな感じでアイスバーみたいになってるのもめっちゃ可愛い。今つけてるのはこの色なんですけど、結構派手めな赤っていう感じで私はすごい好みでした。苦いのだけちょっと嫌だなっていう感じでした。続いてはこちら、エチュードハウスのオールフィニッシュリップティントリムーバーです。ティント系のリップを落とすためのリムーバーなんですけども、中身はこんな感じで普通のなんかちょっとグロスみたいな感じこれをティントにこうやってなじませると取れるよっていう感じです。手に残っちゃってるのでこちらもくるくるして、そして拭き取る。ちょっと色がついた。これね、結構落ちるからおすすめなんです。続いてこちら、シャイニングパウダーチークデュオラテブレンディングっていうやつで、ハイライトとシェーディングパレットですね。赤がこんな感じになってます。こちらがシェーディングでこっちがハイライトです。お一見こっちの色大丈夫って思うんですけど、なんか今塗ってみたけどちょっとマット寄りかもしれないですね。あ、綺麗綺麗綺麗。あの白っていう色じゃないから肌なじみがすごいいい気がする。シェーディングの方も見ていこう。あ、すごいいい。私みたいな肌色の方でもあんまり浮かないようなシェーディングのカラーかもしれない。あの茶色くなりすぎてない感じ。これはいいわ。これ使ってこう。やっぱ見た目通り使いやすいブラウンでした。買ってよかった。次はこちら、ラッシュパームカールフィットクスマスカラ。マスカラなんですけど、色が私にしてはね、挑戦してるカラーです。ちょっとブラウンっぽいマスカラを買いました。こんな感じ。こういうカラーね、ほんとつけたことないから楽しみ。なんか伸びとかは期待してなくて、ただ単に色を変えたいなっていう時に使いたいなと思って買いました。はい、続いてはスーパースリムプルーフジェルペンシルライナー。こちらはワインバーガンディというカラーになります。色味がこんな感じです。この色とさっきのマスカラが合いそうだなと思って買ってみました。まあこれもまたいずれメイク動画に出てくるかなと思います。続いてはスーパースリムプルーフブラシライナーブラウンです。今実際つけてるのもこちらのアイライナーなんですけども、すごいね、描きやすかったです。まつげとまつげの間も塗りやすかったりとか、ブラウンでも結構ちゃんとしっかり色のついたブラウンなので使いやすかったです。こんな感じ。すごい細くて描きやすいんですよ。マジでもう超ちっちゃいの細いライナーが好きな人にはすごいおすすめでした。最後はこちら、ベリーデリシャスクリームチークの1番と2番を買いました。1番と2番です。中がこんな感じでパフがついてて、ちょっとクッションファンデみたいな感じです。ペッこっちが1番でこっちが2番なんですけど、1番の方が結構濃いめのチークになってます。でこっちがちょっと薄めのピンクですね。なんかこれすごい面白いですよね。ほんとじんわりついてくれそうな。ちょっと塗ってみます。ポッと出たような感じになるかも。あ、なんか、え、ん、なんかいい匂いする。甘い匂い。すごい、なんか私が求めてたパウダーのようでパウダーじゃない感じ。あ、すごい。これなんかそばかすとかある人はクリームチークとかってはげちゃうけど、これだったらはげないと思う。これはいい。いい香りするのはなんで、そしていくらだったかな、いくら買ったらついてくるのか忘れちゃったんですけど、シュガーのもふもふブランケットっていうのをいただきました。めっちゃ可愛いの、猫ちゃんズラみたいにいや、なんかこれが出てきて、ここだけ猫ちゃんの顔がついたブランケットをね、いただきました。後ろにちゃんとエチュードハウスって書いてある。猫ちゃん
あといつも通りこの化粧水と乳液もついてきました。外には持っていけないけど使えそうです。はい、こんな感じで今回はエチュードハウスのコスメの紹介をしました。気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。